戦国武将紀行、毛利高元公。高元公はですね、こちら広島城です、毛利元就の、嫡男長男ということで、お生まれになってですね、最初は大内家のですね、大内義高、その高をいただいて高元と名乗ってますから、尼子市から鞍替えしてですね、高元と、半分人質ですよね。幼少期というか若い頃、大内の方に、いたので、実質人質ですけどもね、それによって毛利元就を先陣をさせたり、大内としてはですね、毛利をうまく使っていたと思っていたんですが、逆だったわけですよね。毛利氏は着々といろいろなことを狙っていて、元就公はですね、おそらく高元公を質に入れたのもですね、これは大内に反目、大内という国を見てこいと、大内の領国内でですね、やっぱりその後、末春方や、相良武と、それ内部のことをよく見ていたわけですよ。それをどういう形か分かりませんけども、元就公に伝えて、元就公はやっぱり、尼子氏は尼子常久がいなくなれば、終わりだと思ってたはずなんですよね。ちょっと元就公の話になりますけど、また、で実質ついてた春久公もですね、やっぱり性格上先はそんなに考えてない、そこにいつまでも身を置くわけにはいかないと。ただ出雲はすごく近いですし、隣の国ですから、何度も郡山城攻めを要するに毛利を叩こうと思ってですね、春久もムキになって軍を起こしてますから、そんな郡山城にいてですよ、遠い山口の大内までですね、高元を人質に出すっていうのはどんな心境だったのかちょっと分かりませんけど、いざとなれば大内からしたらですよ、元就を先陣として尼子の抑えとすると、または秋の黒人衆の要とすると、そんな意図があって、毛利との縁組を承諾したんだと思いますし、大内にとってはプラスだと、その辺は、重臣たちも反対はなかったと思いますけどね。やっぱり毛利元就っていうちょっと一癖も二癖もある恐ろしい相手だっていうのを後で思い知るんですけど、まだ当時はですね、大内からしたらですよ、墓長二国で西国の大主と、もう山口をいただいてですね、石高で言えば60万石ぐらいだったと思いますけども、二カ国の大主ということで、交易貿易ですかもしてですね、まさに西国の大大名として君臨してたわけですから、秋のそんな毛利とかね、その小国の小領主ですよ、そんな人たちにまさか将来滅ぼされるとは思ってもみないわけですよね。ですから、そのせいぜい尼子氏もしくは今言った北芸秋の北部の方の方たちですね、黒人たちと同様に尼子氏に当たれと、または石見銀山を奪取するときに手伝えと、要するに大内の手足となって戦えと、そういうぐらいな本しか思ってなかったと思いますよ、重臣の方たちも。当時はまだ末興房とかね、末春方、末高房ですけど、当時はの父がまだ健在でしたから、その後亡くなってしまうんですけど、その後亡くなって継いだ末高房のうちの末春方、この方が出てくることによって、やっぱり、高元公もですね、やっぱり雰囲気が変わったと思うんですよ、絶対。でやっぱり武断派と呼ばれてた末高房がですね、春方公の方で話してますけど、将来その文治派と呼ばれてる、要するに義高公のお気に入りの側近ですよ、それと争ってしまうと、結局武力は持ってるんで勝つんですけど、そういうこともやっぱり見てて報告してたんだと思いますよね。だから家臣たちと親しいっていうか、内藤清盛なんかは結構親しかったみたいですけどね、やっぱり血筋の関係もあると思いますけども。で1540年頃に一度実家の方へ帰ってんですよね、実家というか秋の郡山の方へ、別に人質解放ってわけじゃないんですけども、一応その父のですね、戸田合算上攻めと、に従軍したということになるんですが、これは大内もね、そういうことならっていうことで返したんだと思いますし、当然大内方としてのですね、出陣ですから、まさにその先方を預かったわけですけど、首謀者は大内高房ですね、春方。大内高房が軍を起こしたと、これを、要するに尼子常久が死んだ後ですから、これで一気にですね、尼子攻めをすると、大内の力を見せるとっていうところまでは良かったんですけど、大内義高公も総大将として出陣してますからね、実際。これはちょっと、
失敗に終わったんで、まあ、それから大内もガタガタっていう感じなんですよね。やっぱり大遠征ですよ、出雲まで遠征してって雨雲を叩けなかった、まあ、あんな巨大な城とですね、まあ、それを目の当たりにしてたわけですよ。高本郷も父の元成郷もいかに雨雲が強いかと、戸田合戦場っていうあの巨大な城と、あと新宮島ですよね、あと在地のいつもの豪族黒人たちの強さ、そういったことを目の当たりにしてるわけですから、まあ、後々高本湖はもういなくなってしまいましたけど、雨雲に攻めるにあたってもこの時の負け戦が毛利にとってはいい勉強になったわけですよ。で高本湖はその後帰ってですね、ちょっとその大内方との行き来っていうのはよく分かってない部分がありますけども、ずっと郡山にいたわけじゃないと思いますしね、まあ、ただ雨雲春久も急になくなってますし、まあ、元就がなんか動いてんじゃないかなってちょっと思いましたけど、まあ、春久子の場合病死だっていうことですけどね、一応そうしております。それから孫氏っていうのは毛利に潰されるまでですね、元就のいいように動いていってるわけで、まあ、その春久の死とかね、その辺もちょっと分かんないですけど、まあ、それ以前に新宮島が、まあ、絶対あれは毛利元就の謀略に乗せられてと思うんですけどね、まあ、そこはちょっと他で触れてますんで、でまあいずれにしても高本郷はですね、まあ、41歳ですかというもう本当にもうこれからっていう時にですね、亡くなってしまって、まあ、元就も本当言えばもうこの時点で結構がっくりですよね。かなり将来期待していた方なのに、まあ、ちょっと高本郷のイメージは、まあ、ドラマなんかでも出てますけど結構温厚なイメージでですね、まあ、著名な俳優さんが演じてますけども、まあ、ちょっとどういう感じだったのかなってちょっとはそれは思いますけどもね。やっぱり大内に行ってですね、やっぱり数年数十年ですか、ちょっと若い頃その人格成形期の時に、行ってますから、まあ、多少その大内文化というか、その別に文弱に流れたとは言いませんけど、ちょっとそういう面を強く影響を受けたかなとは思いますよね。郡山の方にいたらね、戦でそれは父が変わってね、血を見る戦っていうのは父親がいくつもやってますから、高本子は割とそういう意味では、まあ言い方はどうか分かりませんけど、失礼ながらお坊ちゃん武将っていう言い方になってしまうんですよね。まあ、これは吉高子も同じですよ。まあ、初代がねやっぱり偉大なだけにこれはどうしようもないことですけど、まあ、そういう意味でですね、ちょっと急死ということで、その死の真相もちょっとよくわからないところありますけども、自宅ではなくて、秋の国の笹部っていうところでなんか食中毒とも毒殺とも言われる、これ毒殺ってなるとこれは雨雲か大内かって話になってくるんですけど、毒殺の可能性も、否定できないと、ちょっとはっきりはしてないっていう話ですけどね、まあ、この時代やっぱり戦で邪魔になったのを毒殺するっていうことはやっぱりやってましたから、まあ、ちょっと分かりませんけど、まあ、元就としてですね、もう自分も60を過ぎて、まあ、この時代の60って言ったら今のね70か80ぐらいでしょうから、まあ、ちょっと焦りはあったでしょうね。まさか我が子が40で死ぬとは、まあ、当時まだ10歳そこそこだった孫の子鶴丸、後の照元子がいましたから、まあ、別に血が絶えたわけじゃないですけど、まあ、自分も兄の子供がですね幼少で亡くなったのを見てきたように、自分も子供を亡くし、さらに孫がまあ11歳と、まあ、その時の話はまた別にしてますけど、7歳ですけどね、まあ、それで結局早く死んだんで、自分が毛利家の当主に27歳でなったということですから、まあ、それをちょっと自分の我が家に置き換えるような形で、まあ、その時はもうこの時はもう、毛利元就がまあ本家を継いでますので、別に分家ではないですけども、当時のことがちょっと思い浮かんで、ちょっと焦りを感じたんじゃないでしょうかね。これから、雨子にも当たらなきゃいけないし、大内にも当たらなきゃいけないと、まあ、先々どういうふうに見てたのかちょっと分かりませんけども、まあ、北九州の大友龍造寺、まあ、ちょっと遠くは島津、東京都の方を見ればですね、織田君がものすごい大きくなっていたと、そんな時期にですね、まあ、自らも60過ぎでですね、これ現役でやるしかないと、まあ、孫に、まあ、家督継承っていうのはまあどういう形だったかちょっと分かりませんけど、まだまだ現役でですね、まあ、一応家督としては高本の後を継いで、こう鶴丸照元がまあ引き継いで、その貢献として、まあ、実質元就がまた、当主に復帰という状況ですよね。まあ、そうでもしないかにやられないですからね。まあ、ただいずれにしてもね、ちょっと元就公がこの60、まあ、60っていうと、ちょうど、
厳島の戦いの終わったあたりですよね。ですからこれからどうしようと、まあ、大内もまだ一応厳島で、ね、亡くなったとは言っても、形ばかりはちょっとありましたんで、大内義長がまあ自陣してますけどね、まだまだその膨張というのは毛利の国ではなかったと、まあ、一応義の戦いですから、要するに主家の、大内義隆を討った笛末晴方を打ち果たしたということではプラスだったんですけど、膨張の国は長く何百年も大内の国ですから、なかなかですね、急に毛利氏だなんて言っても秋の小国のイメージがあって、すぐ全員が黒人とか豪族がなびくわけじゃないですから、それをまとめていくってことも大変ですし、そうかと思えば雨雲がいつ攻めてくるかということで気が気ではなかったでしょうね。まずは膨張平定と、そこにだいぶ時間かけてるのも確かですから、まあ、実質貢献役といってもですね、亡き後はですね、大変だったと思いますよね。ちょっと高本号はその不慮の死ということで、最後が毒殺じゃないかというところまでで話は終わってしまうんですけども、まあちょっと結構お優しい感じの武将だったんで、どうでしょうね、実際にはね、まあ、ちょっと40そこそこなんで、まあちょっと悔いはあったのかね、ちょっと分かりませんけども、まあ、あとはちょっとね、自殺ではないですからね、まあ、さっき、まあ、毒殺か病死かちょっとはっきりしません。病死というのは食中毒ですよね。出陣中というか移動中になったみたいですから、ちょっと分かりませんけど、まあ、ちょっと悔いが残ったかもしれませんよね。はい、毛利高元号でした。